上杉謙信の部下最強越後軍団を徹底解説。一番強いのは誰かを考える。越後の竜上杉謙信、甲斐の武田信玄と何度も死闘を繰り広げてきたのは、謙信自身の強さもさることながら、あまたの知性猛将に恵まれたこともあります。そこで今回は最強越後軍団を紹介し、一番強いのは誰かを考えてみましょう。上杉家の猛将紹介。では最初に軍神上杉謙信の戦いを支えた上杉軍の猛将から紹介します。1. 荒川長実。永禄4年1561年第4次川中島の戦いで旗本本陣を務めた。謙信の影武者を務めたという説もある。その際、武田軍本陣に短期で攻め寄せ、信玄に御太刀切りつけ2箇所に傷を負わせたが討ち取れなかったという伝承が残る。紅葉軍艦には武田家でこの荒川長実が上杉謙信ではないかと噂されたと記述されたことから、信玄と謙信の一騎打ちや御太刀七太刀の伝説が定着したとされる。合戦後の行方は不明で国元に帰れなかったとも伝わる。2. 小島弥太郎。妙高高原あたりの出身で、上杉謙信の幼少期から側近として仕えた。30人力とされた強力無双の豪傑で、巨大な金棒を振り回し敵を鎧や馬もろとも破壊、鬼小島弥太郎の異名がある。しかし強いだけの残忍無比の人物ではなく、川中島の戦いで弥太郎と一騎打ちをしていた山形正景が武田信玄の嫡男の武田義信が窮地に陥ったので、主君の御曹司の窮地を救いたいので勝負を預けたいと願い出ると、弥太郎は心得たと快諾して一騎打ちをやめた。正景は弥太郎の行動に感銘を受け、川中島の戦いの後に花も実もある武士と称賛した。あまりの豪傑ぶりに架空の人とする説も多い。 3. 柿崎景家。越後上杉氏の重臣で、謙信と春影の後継者争いでは迷わず謙信についた。謙信の下で七手組大将の一人に数えられ、先手組300騎を率いて上杉家屈指の戦上手と言われる。第4次川中島の戦いでは先鋒を務めて武田信玄の本陣に迫り、信玄本陣を壊滅寸前まで追い込んだことはあまりに有名。上杉軍の戦いでは常に影家が先鋒で、影家の名前を聞いただけで敵兵はおじけづき逃げていったという。 4. 天笠景持。長尾景虎が関東管領職に就任した時に、宇佐美貞光、柿崎景家、川田長親と共に鶴岡八幡宮で汚染使大将を務めた。永禄4年の第4次川中島の戦いでは、景持が新狩を引き受け千曲川に布陣して、三女山から下ってくる武田の別動機と激戦を繰り広げた。紅葉軍艦では謙信秘蔵の侍大将の中で天笠近江の神は筆頭なりとし、松林山では勇気智謀兼備した侍大将と激賛している。謙信没後は上杉景勝に仕え、会津若松米沢の二度の威風にも従い1100石を領有した。 5. 斎藤智信。刈羽郡赤田穂の赤田城主で、早くから謙信に仕えた四家老の一人。越中攻略や川中島の戦いなどの主要な合戦に参加し、越後の正気の異名を取る。謙信からの信頼は絶大で、関東管領職就任の時には柿崎景家と太刀持ちを務めた。武芸だけではなく戦術家としても優れ、謙信は苦戦が予想される相手には斎藤智信を差し向けていたとされる。天正6年1578年のお盾の乱では、上杉景勝を支持し、上杉景虎を支持していた武田勝頼との外交交渉にあたり、高越同盟を締結して上杉氏の基盤を安定させた。智信は忠義と仁愛の心が深く、士卒をいたわり百姓を慈しんだので万人から慕われた。内政でも活躍し、武闘派が多い上杉家中では目立つ存在でもあった。 6. 本庄重長。阿賀北州出身で、ライバルの本庄長助を支持していた謙信と対立した。しかし永禄2年1559年に謙信の上洛を期して配下に加わり、川中島の戦いや関東攻めで武勲を挙げた。しかしもともとが長尾氏の支配に組みさない独立した国衆だけあり、謙信の戦術を批判した
長尾藤影を謙信の命令で中殺した時、恩賞がないことに立腹し、あろうことか武田信玄に内応して謀反を企み、謙信が能登に侵攻している時に行動を起こすものの、計画が漏れて失敗。引き返した謙信の大軍に攻められて降伏するが、その後も何事もなかったかのように重用された。上杉景勝の時代に会津若松に異邦となると、1万1000石の大臣の旗本となる。7. 水原親則。上杉謙信の配下柴田攻めに従軍して戦死した水原光家の家督を継いで水原親則となるが、それ以前の経歴は不明。おたけの乱では上杉景勝を支持して重臣となり、関ヶ原の戦いの派生、慶長出羽合戦の長谷道場の戦いでは自ら鉄砲隊を率いてしんがりを務め、前田利政と共に退却戦を成功に導いている。大変な反骨感であり、関ヶ原の戦いの後徳川家に従軍した主君景勝にも批判的だった。大阪の陣でも鉄砲隊を率いて活躍したが、二代将軍秀忠より感情を受けると、子供の石合戦程度のことで感情をもらおうとはと平然と言い放ったとされる。8. 前田利政。漫画やゲームでは前田慶次として知られる。前田利家の甥として利家に仕え、秀吉の天下統一事業に協力するが、さまざまな理由から前田家を出奔し、しばらく京都で浪人生活をした後、会津若松に異邦になった上杉景勝に仕えた。慶長5年1600年の慶長出羽合戦長谷道場の戦いでは退却戦の手柄を立てたとされる。上杉家が米沢に異邦された後も付き従い、隠居後は盟友の直江兼続と式に注釈を入れたり、和歌や連歌を楽しむ悠々自適な余生を送った。上杉家には武勇をもってなる猛将が多いようです。最後の前田利政については、上杉謙信の在政中には仕えていませんので、タイトルに反していますが、おまけということで入れました。上杉謙信の知将紹介。戦いは猛将だけではできません。そこで意訳の中で謀略を巡らし、千里の外に勝敗を決する上杉家の知将を紹介します。 1. 直江兼綱。兼綱は上杉氏の陪臣の家系で、一時は長尾氏と対立したが、やがて与板城主として上杉家の側近として仕えた。政治手腕に優れ、為景、春景、景虎の3代の当主に仕え、上杉四天王、上杉25将の一人に数えられる。上杉謙信を擁立して家督相続に動いた主要人物の一人であり、それだけに謙信の期待は大きく、旗本衆として重用され、領国経営にも責任を負い、謙信が関東征伐に出向くと春日山城の留守居を任された。 2. 宇佐美貞光。宇佐美氏は伊豆の国の宇佐美荘を本願地とするが、関東管領として越後に入居してきた上杉範明に従い越後に入府したとされる。長尾為景の反乱に対しては、為景が傀儡としていた上杉定胤の弟の上杉定範を立てて反旗を翻したが、後に降伏した。為景の隠居後は長尾景虎に仕え、対立した長尾正景を攻めて降伏させている。ちなみに北越軍旗や各種軍旗物に登場する越後流軍学の祖で謙信の軍師として知られる宇佐美貞行と同一視されることが多いが、一次資料に宇佐美貞行は登場せず、幻の軍師とされる。 3. 直江兼綱。上杉謙信の養子となった長尾正景の子の秋景の小将として春日山城に入り、謙信亡き後お盾の乱を経て景勝が上杉家を継ぐと、景勝の命令で上杉家重臣の直江家を継ぐ。その後は実質的に上杉家の内政と外交を取り仕切り、上杉家中では景勝を上様、兼綱を旦那と呼び、二党政治が続いた。兼綱はいち早く豊臣政権に服属することで上杉家を救い、会津天保で出羽米沢城主となり、30万石の大名にまでなるが、秀吉没後には家康との対立を回避できず、慶長出羽合戦を戦うが、関ヶ原の戦いで家康の東軍が勝利し、上杉家は米沢30万石に天保となった。しかし上杉家を滅亡させずに天保にとどめたのは兼綱の外交手腕の力でもある。 4. 千坂景親。上杉氏の所流で四家老の一人、常に謙信に近似しているので手柄についての記録は少ない。主に外交交渉を担当し、本能寺の変後にはいち早く羽柴秀吉への使者を務めて景勝の上洛にも帯同、伏見留守居役に命じられて諜報活動に従事した。家中でもいち早く徳川家との和睦を主張し、上杉家が江戸時代にも生き残る上で重大な貢献をする。
初代の江戸家老に命じられた。5、色部勝永、阿賀北州で本庄氏と共に越後秩父地を形成した。長尾為景、春景、景虎の3代に仕えた宿老で、一時は上条貞則について長尾氏に背くが再び帰属した。その後は独立心が旺盛な阿賀北州の取りまとめと調停をして、謙信の信頼が厚く、関東から信濃へと参陣を求められ、永禄4年1561年の第四次川中島の戦いでは、柿崎景家の窮地を救い、獅子奮迅の活躍を見せ、謙信より血染めの感情を受けた。上杉家に忠義を尽くした忠臣たち。武士は強いだけでも賢いだけでもありません。主君や味方を守るため、命を懸ける忠義の心もまた検証されて叱るべきでしょう。1. 吉江景助。吉江氏は西神原郡吉江を領した上杉氏か長尾氏の分家とされる。天正10年1582年3月、吉江景助が籠城する越中魚津城は、織田家重臣柴田勝家の北陸方面軍の猛攻を3ヶ月にわたり耐え抜き、6月に落城。吉江一族は景助を含め全てが自害する。しかしその直後に信長は本能寺で応し、柴田勝家は上杉氏の反撃を受けながら退却を余儀なくされた。 2. 川田長近。上杉家では珍しく近江の国の出身。上杉謙信の2度目の上洛後に召し出されて旗本として仕える。主に外交面を担当したが、一向一揆が激しくなるとその最前線の魚津城に派遣された。謙信死後に攻勢を強めた織田軍に対抗して戦うが、織田信長はその才能を惜しんで近江の国に領地を与える条件で引き抜こうとするが拒否。天正9年1581年越中松倉城で長近が病死すると、統制を失った上杉軍は各地で織田軍に敗れるようになった。上杉氏の忠義の心としてはこの2人が代表的でしょう。特に川田長近は織田信長から直接に引き抜きを受けながら拒否してまで上杉家への忠誠を貫いたあたり、上杉家に強い愛着を持っていたことがうかがえます。戦国上杉軍団の最強は、上杉軍団の最強は伝承まで込みなら小島弥太郎や信玄に太刀を浴びせたと言われる荒川長真が挙げられると思います。しかし史実縛りだと、名前が出るだけで敵兵が逃げ出した柿崎景家や知遊兼備で常に困難な敵のいる場所に配置された斎藤智信でしょうか。武力だけに限定しないなら、諜報の達人で上杉家存続に貢献した知坂景親も捨てがたいですね。日本史ライター川嘘の独り言。今回は上杉家の猛将、知将、忠義の心、合計で15名を紹介してみました。これで全部というわけではありませんが、上杉軍の層の厚さがわかる内容になったのではないかと思います。